山口隆義は日本の実業家、ジェッカーチェーン、ジャパンライフの創業者、群馬県伊勢崎市出身、織物業の家元の三男として生まれた。戦後、着物から洋服文化の流れとなり、山口家は1956年に倒産。高等学校卒業後に富士重工業で工員を務めるが2年で退職して、ジェッカーチェーンを設立する。 ジェッカーはマルチ商法であると批判が高まり、山口は1975年5月13日衆議院、物価問題等に関する特別委員会に参考人として招致された。ジェッカーは厚生取引委員会の行政処分を受け、1976年に銀行取引が停止されて倒産した。山口は詐欺罪で告訴され、1976年3月9日、 東京地方検察庁はこれを受理したが、1年以上、捜査に着手されなかった。山口は、行方不明と報じられたが、ジェッカー倒産前年の1975年に、ジャパンライフを創業しておりその社長に就く。同郷の講演会をしており、福田武雄の桜を見る会に招待され以後、中曽根康弘や小淵慶造の時にも招待された。 売上高が1980年は8億円、1983年は450億円と急成長したジャパンライフは1982年に国税庁の査察を受けて6億円の所得隠しが発覚する。山口は1983年に法人税法違反で告発されて社長から取締役へと退き、警察官僚を公認社長に迎え入れると愛前後して、 政治団体、健康産業政治連盟を設立し、年1から2億円以上を、与野党の大物政治からに、政治献金した。東京国税局による告発を受け、1984年4月28日、東京地方検察庁から起訴され、同年8月3日、東京地方裁判所から懲役2年、執行猶予4年の有罪判決を言い渡された。 1985年にジャパンライフによるマルチまがい、商法が国会で何度も追求され、委託販売をやめると発表して、山口は会長を辞任したが、2007年に娘のヒロがジャパンライフ社長に就任すると同時に会長に就任した。2015年には桜を見る会に総理枠で招かれ、招待状の画像を勧誘に利用している。2019年4月25日、 ジャパンライフの予託商法に絡んだ特定商取引法違反容疑で警視庁、他六府県警察の合同捜査本部から自宅など約30カ所の家宅捜索を受ける。東京地裁の訴訟では5月に山口本人の尋問が予定されていたが出廷しなかった。2019年11月21日、山口と娘のひろみが東京地裁から 破産手続き開始の決定を受けていたことがメディアによる関係者への取材で分かった。2020年10月、両人とも新たな財産が見つからないため、破産廃止見込み。2020年9月18日、警視庁と愛知県警察、福島県警察など六都県警の合同捜査、本部は詐欺の疑いで山口及び娘の広美容疑者、12人いたエリアマネージャーを逮捕した。 また10月8日、社が債務超過状態などを承知の上で勧誘を続けた詐欺容疑で再逮捕した。同日、東京地検は山口を詐欺罪で起訴した。10月29日、東京地検は山口を別の詐欺罪で追起訴し、広見ら12人を出資法違反罪で起訴した。2021年9月22日の初公判で起訴内容を全面的に認め、心から お詫びすると供述。ありがとうございます。